高くなるじゃん、はい、ミニーちゃんは歯が抜けました。イエーイ、おめでとう。ミニーちゃん、これはできて、できる？お、できたじゃん。痛かった？お、できたじゃん。じゃあね、僕今度向こう行っとってくれる？出てきたかな？出てきた。じゃあこれを待ってね、ちょっとずつ引っ張ってもらってね。ちょっと手伝おうか。いや、大丈夫。取った？はい、じゃあそれで行きましょう。これでどこ？ここにしよっかな。こう、うん、じゃあ行くよ。父ちゃん離して。お、上手上手。あ、それ反対よ。外すときはこう。うん、外すときはそっちやけどね。それ見ると食いたくなるけど。確かに人の動画見よったら食べたくなるよね。リンゴとお茶とあとメロンソーダ。うん、お茶。何それ？もっといった。虫取りすらせることがあんまりないけど楽しいな。おお、取れたろ。ダンゴムシでも集めたしは大変よ。ね、好きだもんね。あれは大変だ。食べてもいいよ。わあ、大きい。大きい。スイカ、ありがとう。スイカ。二つも。二つ買ったよ。てっきり晩ご飯の後に食べると思ったんだけど。スイカ食べてもいい。もし残ったらまた冷蔵庫の中で取ってあげるけどね。もういらんの？じゃあちょっとおどきにさ、冷蔵庫。じゃあまあ父ちゃん食べとこう。じゃあこっちだ、こっちに来なさい。姉ちゃん、絶望的には姉ちゃん、お前はこっちにいる。3年生そうそう、3年生になった。3年生になったっけ。うんうん、そうそう。公園。じゃあ遊んでくる。あ、やっぱりもういいね、外を掘るのが気持ちいいのが、ねえ、だいぶゆっくりできる感じがする、うん、家掘ったら絶対何かやってしまうよ。そうでもない。いや、うん、絶対する。何かする。ほんでなんか俺の場合パソコン部屋があるけ、パソコン部屋にずっとおったりとか、仕事になってしまう。仕事になるね。仕事になるね。そうそう。で、外に来たらこんな感じで、12時間ぐらいはフリーになれるじゃん。はいはいはい。こんなにのんびりするってことはまあないし。おっちゃん。うん、どうした？帽子が入ってきてたんだけない？大丈夫。ね、シャツになっていい？梅ちゃんタコいるよ、タコ。梅ちゃんタコいるよ。いないよ。いるよ。死ぬで。ね、だって死ぬでしてもいい？うん、もうおらん。おらんよ、こっちに。おらんよ。あ、これいいんじゃない？平べったいよ。じゃあ行ってみようか。これねねちゃんチョイス。うん、はい、やばい、落とすない。あ、4回、しかも向こう側まで行った。ちょっと距離が
距離が落としない、足らんかった、次ななちゃん落とすな、2回、あ、でも2回行った、すごい、いいパワードリル、はい、よし、じゃあ行こう、パワードリル時々ね、うん、あのパパとね動画見よる、あ、そうなんだ、ありがとう、なんか面白いやつがあった、あったよし、じゃあ迎えに行ってこよう、めっちゃ、あ、行ってらっしゃい、はい、行ってきます、あの、パーツ一丁だけモザイクあれ、うん、あれ、早いじゃん、早いね、こうやん、すると後で遊ぼう、後でまた行こう、もんちゃんたちと、ここにいっぱいある、なんかこれ後で持ってこようか、そしたらよく燃えるかもしれない、燃やす、あのね、焚き火をしたらよく燃えるかもしれない、何に焚き、なんで焚き火する、夜は寒いけ、そういうこと、あの火をこうやってバーって燃やしてから暖かくなるよ、え、これでもなるの？これでもなるよ、あとやってみる、よし、じゃああとやってみよう、いえ、てんてん、赤ちゃんもいるよ、赤ちゃんもいるよ、僕は、あとすぎて、なんか気持ち悪くて困ったよいや、これでよかった、はやぶさ、はやぶさ、これやった、それより違った、あのダムの辺じゃなくて、あ、ダムの辺だったかね、こっちょっと狭まっちゃったか、山道、それダムのとこ、でもそれ以外はよかった、いやいや、あれが長かったんじゃ、あれが長かった、タムとこ後悔した、来たの今めっちゃアップしてる、やだ、海行きたい、あそこ、これはカットカット、カットカット、鼻がへこんだマイメルちゃん寝てます、いつの間にか寝とったの全然気づかんかった、おらんなと思いよったけど、1枚ずつ、あ、いや、もう1個持ってきた、あ、来たわ、うん、あ、そうなの、これで、あ、そういうことか、うん、あとはね、このえ？いや、なんか今ピースをして。ピークちょっと使ったね。ちょっとでも、まあ、何年か前。どう？かわいい。キャンプ好き？人ごとはあんまり好きかもない。寝るとき嫌だ。なんで？寝かれたんだから友達ね。何て言うか日本中で。キャンプ行ったときは絶対怖い夢見る。あ、そうなの？そう。でもやっぱ寝れんのか、ね、結構いっぱい使ったよ、寒くて、いや、なんか、あ、じゃあ家で落ち着いてじゃないとって感じな、うん、なるほどね、でもそれは慣れるまで多分そうだと思うよ、うん、そうよね、確かにぐっすりは布団よりはぐっすり寝られるかも、なんか4月に入ってから1回行ったんですけど、私花粉症なんですよ、あ、で夜中もこうすっごいムズムズしてから寝られんでなんか外だけ寝れんとかじゃなくて、なんつうの、野生動物が怖いみたいなやつがある、それも怖い、あ、それな、あの、なんかあんまりこう整備されてない、うん、なんかこんなんじゃなくて、なんかもうちょっとやばいよね、あ、これ撮影で行ってから、あの、なんつうの、ほんまに平日で行くじゃん、うん、平日で行ったら、ほんま一人しかおらんくて、怖いよね、怖いよ、あれで、なんか人が来て何かされるのが怖いとかじゃなくて、からほんまになんか野生動物が怖い、そうそう、だって話通じんじゃん待ってくださいとかって言ってもダメじゃけ、すいません、これあげますか、そう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 、話通じんけ、聞いてもらえますかみたいな、そうそう、そっちも食べてこっちも食べようみたいな感じになる、怖い怖い怖い、あの時ぐらいだったらね、だからそれだったらね、だけど、イノシシとかもこれぐらいでおっても怖いけ、怖い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 、
暑くない。やっぱこの外で遊んでね、子供とやるってのは面白い、ね、うん、もう本当あの遊び遊びというかなんかこうすげえなんかリラックスな感じや、うん、なんかこうこうじゃないといけんじゃなくてもう適当に、うん、うん、そうよね、うん、あと思う俺も別にできてしまえば一緒だし、なんかこう興味があってから来てやりたいって言えやらしゃあええし、そうよね、うん、うん、なんかこの時間を一緒に過ごす方がね、うん、やっぱ大事な気がする、楽しいよ、ね、意外に子供が言う言葉にね、あの勉強させられることがね、あそれはね、あるよね、でもなんか子供に大人にさせてもらうそうそうそう、それはすごくね、あの、うん、今度豚肉豚肉をちょっとね豚肉豚肉のすき焼きがこの間うまかったっけ、あそう、意外になんかあの脂っこくなくて、食べたことないよ、うん、これあの意外に、でもしゃぶしゃぶもあれよね、豚はすっきりしとってええかもね、うん、そうなんよ、あのすき焼きでもええかも、牛が割と重たくなってきたけ、わかる、すげえわかる、あの赤身じゃないと嫌だから、ね、そうそうそう、だけどね、ちょっとこっち側がね、割とあの、うん、あっさりした感じで40マジかね、人のあれだねなんか嫌だ悲しくなるんだけどね、焼肉屋で美味しい肉食えなくなったと、あ、うん、カルビとかね、カルビあんまり食えんね、もう霜降りとか別にどうでもよくなってきたもんね、かなりね、yeah. うん、そんな感じね、よく言うとじゃあおじさんたちがこの赤身が一番ええとか、うん、脂が食べれんとかっていうのは、うん、いやそんなことないやろと思ったけど、うん、実際自分がそうなると分かるよね、ねえ、量が食えん、そうだね、ひでくんもあれだって虫があんまりダメだった、徐々に、うん、あの実際一番ね、あの豚肉よりもまだあっさりしてるのはやっぱイノシシ、イノシシの肉はこうスライスしちゃってバラ肉とかでいうこの脂身があるじゃん、うん、あっこが多い方がなんか美味しい、でその脂の部分をなんか食べるっていうね、うん、でもそ、これ塩コショウで普通に焼いただけでめちゃめちゃうまい、あ、そう、うん、これでも今あの絵に映しとるじゃん、これ多分、ね、うちのチャンネル仕様ね一番ね野菜が多い、あー、美味しいかも、あ、そうなん、いや、いつも肉ばっかりで、あ、そうなんだ、いや、いいこと、いや、そうそう、あの、良くないなと思っとって、肉はね、後からこう出して入れて、最初はあのちょっとあの出汁、出汁にこう、ちょっと肉の、はい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 、うん、でも旦那さんがずっとやってくれていいね、いや、ずっとやらない、いや、ずっと、マリアさんの、あ、自分のお弁当もね、ちゃんと自分が早く起きてね、おろし食ってるの、え、そう、すごいね、すごい、え、自慢よ、すごい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 ね、それはすごい、はい、すごいね、いや、マジで、ほんまにこんなに野菜が入ったことがないよ、しかも盛り付けがすごい綺麗じゃん、すげえな、うまそうだね、これちょっと適当でごめんって、いい、あともうそれ入れたら回してあるあるだね、すいません、すいません、そう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 、ちょっと白ワインやったらいいのか、大丈夫、男子2人が可愛い、ちょっとあれ頑張ってね、落とさないようにあ、ゆうどるもう入れてから、ひたひたまで入れて、白いご飯のブレーク、このザルからじゃあボウルに移して水をちょっと浸すぐらい、指のね、第一関節、ここ第一関節、せーの、オープン、あったかい、あったかい、これどうする、
これちょっと置いとこうか。ご飯食べる人。はい。今回はちょっとやばいんかな。やばい方がいいです。やばい方がいいです。いいです。さっきは硬かったので。で。じゃあ姉ちゃんも入れてあげようか。はい。この横に。ほ。すっごいもちもち。あ、マジックで書いてないよ。ダメだ。うん、やろっか。では、いただきます。いや、美味しい。美味しかった？うん、美味しかったら、食べたいよ。美味しかったら同じぐらいにする。うん。カナとかものと。おぉ。3人のとかもの。コーヒー。紅茶よ、紅茶。これで紅茶って言うよ。いいよ、オッケー。明るいね。明るいじゃん。シガペイチ姫ね。おじちゃん、明るくなった。ガブリチュ、ね、これがガブ飲みってやつ。ガブ飲み。メロンソーダ。あー、はいはい、これがカルピス、これがリンゴ。で、この中で一番好きなのがメロン。せーの、メロンソーダ。メロンソーダが好きなんだね。撮ってる？撮ってる。あ、撮ってる撮ってる。手出してください。おうちゃんどこにある？今ポートコ。手出してください。あ、あったね。カッパ見に行こう。カッパ。カッパね。カッパ見よう、おじちゃん。カッパ。カッパ見よう、おじちゃん。カッパ見に行こう。ちょっとカッパ散歩連れてくるから。カッパ見に行こうよ。カッパ散歩連れてこう。探検行こう、探検。発展しない。わかった。よし、行こう。取ってみる。行くぞ。これで持ってくよ。ほら、はい、カッパ捕まえる人。カッパ探し、レッツゴー。わー、ねえねえ、みんなでカッパ行こう。じゃあ、どうやってカッパやっつけろ。あの月、来て、みんな来て、みんな来て。よし、父ちゃん行くけね。絶対だ、今日俺そうだけど。お月さん見てこれ。絶対今日カッパ出る日だ。やだ。遠慮しとくな。カッパ出るして。落ちるよ。え？寝たいカッパ。ね、俺たちなんか、あら、そうだった。こっち行きな。こっち落ちる。こっち歩いて。おじちゃんも落ちるよ。おじちゃん落ちるの、そうですね。なんか今日なんかありそう。いやだ、カリラの方に行こう。行きたくない。なんか、あ、くらやね、これ。ほら、なんかおるんじゃない？おじゃ、ほら、どうする？ねえ、じゃあやめる？い？行く？ほら、どうする、帰る？帰る。カッパ？ちょっと寒くなってきた。持ってきた？ね、うん、持ってきた。すげえ微妙な感じよね。うん。一回山の方でからキャンプやったんだけど、うん、ボンぐらいでもやっぱ結構寒かったっけ。ああ、そうだね、夜はね。うん。そう。上手に。あっちっちになるけんの。うん、そう。あっち行ったら、ここに行ったら分かる。よし。笑顔ってあったかいね。おじちゃんあったかい。まんちゃん一つ？うん、まんちゃんも一つしかなかったの。で、まんちゃん。だけどちっちゃい子が二つ持ってたんじゃない？みんな譲ってあげたんじゃない？そうかもしれない。どうだろう。あ、でもまだやっぱもうちょっとだね。全然。まだこう根元の方が。まだ。やっぱ明かり強いと全然違うな。これどこで買ったんだ。あ、これね、照明用のやつ。あ、そうなん。照明用なの？何の照明用？なんか部屋の中とかで撮影するとき用の。はあ、そういうことね。そう
通りで明かりがめちゃめちゃ強いわけじゃん。ねえ、多分あの美肌的なやつ。ああ。光ってるみたいな。なんかちょうどいい光かも。なんか。唐辛子の辛さが残るね。残るよね、うん、かなり残る。唇にこくるやつだね。はあ、ははあ、いやでもこの焼き鳥系はめちゃめちゃうまいってことだ ね。そうそうそう、うん、焼き鳥とかかなりパンチがあって美味しいんだけど、うん、と見せりというかああいうのがないんだね。いや結構あるんだけどね。今日は全然大丈夫だった。あ、そうなんだ。おじちゃんおちゃんって言うと思う。誰これ？おじちゃん。おじちゃんつける。少しじゃあみんな寝ようか。そうだな、もう子供寝る時間かな。なんか自分らがちっちゃい頃ってあのキャンプってこんな装備なんかなかったじゃん。なかったで、実際穴掘って石くべてそこに炭ぶっこんで肉焼いて食うとか。そうそう、だけなんか最近その YouTube とか見よって、うん、そのいわゆるキャンプってあるじゃん、うんうん、多分キャンプのこれがキャンプだっていうのがなんか多分変わってきてるんじゃろうなと思って。なんていうのキャンプするのにあの物が第一になったりとかするじゃん。物っていうかそのメーカー物のこれを使ってどうとかみたいな。なんかね、それがね、なんか違うんじゃないかなって感じはするけどね。もっとなんか簡単なものじゃん、これって。そうだね、キャンプは。そうだね。そう、すごい原始的なものっていうか、うん。あるものでやるっていう。そう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 。登山、うん、とか、ああいうのやったら、やっぱ装備は多分重要と思うけど、ね、うんうんうん。登山で山の中でからこう、本当やる。ちょっとあのキャンプあれよね、すごい軽いものを持って行くとかね、うん、それも重要だと思う。あれは多分道具はまともでないと、うん、多分あの高いところでからテント張るのに、うん、そういうのは多分無理があるけ。そうで、あれってね命に関わるじゃん登山って、うん、だけどキャンプって命に関わらんじゃん、はっきり言って、うん、そんなに道具にこだわらんでもいいんじゃないかなとは思うけどね。であのキャンプ場っていう名のついたところじゃないとなかなか火を立てないっていうか。ああ、それもあるよね。なんか、うん、昔ってなんかあのもう言ったらその辺の河原とかで、ね、そう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 やってもよかったじゃん。うちらももともとあの河原でやりよった人だけ。あれよね、なんか周りの目を気にせんにはいけんくなってきたってのはちょっとなんかめんどくさいよね。めんどくさいねって思うよね。寒い。いや火のそばめっちゃあったかいよ。でも全然寒くないね。ここらおったら、ここは全然寒くない。あったかいよね。ちょっと物を忘れるくらい。この忘れた不便さをこう楽しむのもまた、ね、そうだね。なんとかなるしね。なんとかなるなと。絶対ないといけんわけじゃないし。でもね、なんて言うんだろう、子供らにね、あのとりあえずこのこういうなんかこう寒いところでどういう風にして、暖を取って、あの眠ってとかっていうのをこう、まあ、経験させる場として、うん、寒かったら腹筋には寝れんよと、はいはい、夜寒くなるよと、山の方入ったら夜中になったらこんだけ温度差が違うんよと、うんうん、あれってやっぱ体験性には分からんくない？分からんと思う。だって俺も今日、ね、この時期のキャンプは初めてだっけ、うんうん、外でこんな温度差がこう違うっていうのはあんま知らんけ、うんうん、今すごい暖かかったもんね。結構じゃけ子供の方があれよね、不便なものに多分対応するっていうか、うん、暑さと寒さも分からんくなる。紹介したらあの半袖からの冬場ボールやつとか外人あれ何なんだろうね。なんででしょう。あれすげえ不思議よね。ありえんよね。ねえ、ありえんよねとか思う。しかもなんか雨降っても傘ささんじゃん。でもあれ傘っていう文化ないんだよ。あ、そうなんだよ。多分。でもアンブレラってあるじゃん。でも大概なんかみんなパーカーでなんかこうやってからなんかこんな感じでやってるよね。やったやった。めんどくさい。それかあの軍人の文化だ。文化？兵隊さんがこうあっこであの
もう元々傘を差さない生活に慣れたことがある人なんで、たまにあのなんかこう傘差してから普通にこう歩ける外人さん見ると、おやっぱ差す人もおるかってから思うけどね。そこは上着着とったりとかで、なんか寒そうにこうやってからやっとる人もおるよね、たまに。あれ見たらちょっとホッとするんですよ。ソロでやるときって絶対何時くらいまで、いやもう自分が寝たくなったらっていう感じで、まちまち、うん、一人やるよってたら、あのアマゾンのビデオとか見よったら、やっぱ気がついたら、あ、12時過ぎたな、久しぶりだけど、のんびりした。いや、子供たちがこんなになんか仲良く遊んでくれて、まあ、いつもまた土曜日に声かけてくれたら、あ、土曜日、うん、うん、分かった分かった、せーの、テッチ、また遊んであげてね、ね、5個はこれだろ、ちゃんと高数だよ、何個だったっけ、こっちが4個、おー、当たった、ね、俺もリンゴです、また遊んであげてね、ね、よし、じゃあね、はい、ありがとうございました、じゃあね、はい、気をつけてね。